ます。黒黒です。今日はね、単独でまた消防来ております。チーム黒ひょうメンバーが一人サポートに来てくれてます。だいぶ遠いね。多分後ほどまたちゃんと登場すると思います。今来てる場所がですね、川の河口なんですけど、なんかここ最近ちょこちょこにぎやかしいかなみたいな感じで話聞いたんですよね。ニベであったり、まあ、コニベもそうですけど、あとサワラサゴシも上がったり、フラットがねなかなか上がらないらしいんですけど、まあ、魚の生命感は多いようなんで、ちょっと今日一日ねこの辺り近辺うろうろしながら魚をピックしていければと思います。2本持ちしてます。最近黒ひょう1本目サーフトライブ 9102L、 こちらでですね、SLS ロットの設定が20設定なんで、20前後ぐらいのメタルジグを使いながらネチネチやっていきたいなと。あともう1本水色のね竿、サーフトライブ、こちらは発売したばかりの 1082ML、 30超えるようなメタルジグとかね、そちらを大円として沖の方からネチネチ攻めてみたいと思います。まあばよくばフラットもねちょっと釣りたいなと思うんですけど、まあ、最近の釣果としたらねこっちの静岡サーフちょっと厳しいです。まあ、その他の魚の顔が見えればと思います。今日一日頑張ります。お願いします。さあ開始しようと思ったらやっぱね河合さんやってくれましたわ。釣れました。河合さんです。おはようございます。真っ暗だお、それはニベってやつですか。そう、大ニベの小ニベ。大ニベの小ニベ。ギャロップアシストフォールエディション30、40、40ですか。30、 30、ね、もうフォール中にコンって入って、おーマジですか。もうすぐ手前のブレイクで釣れました。とりあえず爆釣を目指して頑張ります。頑張りましょう。お願いします。1投目ひとしゃくり目でもう一回底取ろうで、底取る瞬間にゴゴゴゴって持ってってブチって切れました。サゴシ回ってますねこれね。ギャロップアシストフォール、あ違う、スローフォール。
明かりです。これが大荷部の小荷部ってやつです。なんかね、手前にめっちゃいますわ。サイズアップしたメッキが遊びに来てくれましたわ。20はあるわ。20センチあるわ。しいですけど、ほんまの小荷です。河合さんが珍しいもの作りました。なんすかそれ。これなんていう魚なんですかね。タチウオスローホール。スローホールで、スローホールでホール中に帰ってきました。この明るい時間帯に、こんな時間にいるんだな。確実な捨てがかりってやつです。どういうかかり方したの。いや、湯気めっちゃ多いっすわ。スレガカリニベが多いやん。手前ニベだらけなんですね。いつも釣りジャックご視聴いただきありがとうございます。ちょっとね、昨日、バーってコメントとか見てて、一郎さんの食事事情気になるのでまたお願いします。というのは半分冗談ですが、調香師のアングラーのご飯事情は割と気になるので、生駒さんとかもどうしてるのか教えてください。基本的にまあ朝から入ったら、とりあえず朝はコンビニで、パンとか買ってます。まあ、こういうちょっと潮止まりとかの時に、食べるようにしてます。パン1個食って、でそっから、まあ、お昼ぐらいまでは基本的に何も食べないです。で、私が最近食べてるパン、まあ、必要なんかわからないけど、ここですね、セブンイレブンのホイップクリームが入ったブールパン。甘いもん大好きなんですよ。でコーヒーとかも飲めない、ブラックとかも全く飲めない人なんで、飲み物はですね、こういう甘いものを食べてるにもかかわらず、というかこういう特茶、体脂肪を減らしたい、体脂肪を減らしたいんやったらこれやめろやっていう話なんですけど、ちょっと矛盾してる感じはしますけど、こういう組み合わせが私は多いです。一郎はね、また一郎で回答してくれると思うんで、また見てみてください。さあ、食べて釣りの続きをします。河合さん帰ります。お疲れ様でした。河合さん夜勤明けで来てくれたんで、寝る試合が来ました。私は帰ります。おやすみなさーい。おやすみなさーい。ありがとうございます。バイバーイ。
もう潮がね若干動き出したらベイトもだいぶまたね寄ってきて防衛とかも起こるんですけどね、もうちょい時間がたんとあるんですね。でもいるなんと、あー何もいなくなったわ。一発ね、手前で、ね、もうほんまに目の前でサワラ一発ジャンプしたんですけど、それで必死こいで投げたんですけどダメですね。今下げてるんですけどね、ベイトが全くいないです。今日の満潮が7時6分ぐらいで、13時過ぎぐらい、干潮狙いでちょっと場所も移動しようかなと思います。夕間詰めになってきました。ちょっと昼間の方もねフラット狙いでポイント入ったんですけど、これだけ当たりありましたね。フラットちょっと諦めて、この城ではない感じのベイトもねいるんで、まあ、なんかワンチャン夕方あるかなと思います。頑張ってみます。